富尾駅を使って通勤通学される皆様方に朝のご挨拶をいたしております。おはようございます。これまで政権を担ってきた自民党、公明党、自公連立、そして共産党の実質的支援を受けた立憲民主党の野党連合、皆様方、衆議院議員選挙はどちらの政党にこれからの日本の政治を託すのかの政権選択選挙であります。ありがとうございます。これまで私は多くの方の声に耳を傾けてまいりました。小林茂樹、1年間は国土交通省で大臣政務官として航空局、公安局、都市局、国土政策局を担当し、東京霞が関で仕事をしてまいりました。またふるさと奈良の遅れている道路の整備や、また我が国の将来を支える子どもの教育、学ぶ環境の整備、懸命に取り組み、また実績を上げてまいりました。実績の2つを紹介すると、まず1つは、こうして元気に手を振っている子どもたち、小学校の教室にクーラー、エアコンを設置をする。奈良市長、教育長、奈良市議会に皆様が一致団結して小学校クーラー、エアコン設置を実現をしました。そして皆様が日頃お通りになる富尾川、富尾川の堆積土砂の除去、上流の保水能力のアップ、災害に強い富尾川周辺、ハザードマップを見てもまだまだ危険箇所があります。災害に強い町を守る富尾川の堆積土砂の除去、富尾川の護岸工事、日頃皆様が目にすることのないこういった町のインフラを整備をしてまいりました。教育と、そして幸せな人生を送っていく、私の夢であります。その時、奈良県にはリニア中央新幹線の奈良駅が開業しています。ふるさと奈良を離れた若者たちが、いずれは整備をされたこの町で暮らし、仕事をして、生まれ育った奈良で愛する家族と親しい友人に囲まれながら、この地域のために一生かけて仕事をする、そんな町にしていきたい、私の考える未来であります。未来を語れるのは実績のある小林茂、実績のある政治家だけであります。経済成長を成し遂げる自民党、公明党の連立政権、自民党、公明党こそがこれからの奈良を任せられる政党であります。自由民主党公認、公明党推薦、小林茂樹を何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。